見えないからね、難しいですよね。難しいです調整に。お顔が少し左の方が幅が広いですね、にいって笑った時も違うと思います、はい、なんかあの上がり方が上がり方が、うんうん、なんかどっちがどっちかはよくわかんないですけど、とにかくそれは幅が広い、へえ、うん、どういうことですかそれは。あの鼻から耳までの距離っていうんですかね、うん、幅伸びてるってことですかそれは。伸びてるっていうか、まあ、要はここでこうこの上の方から見た時に、うん、このここの頬骨の広さが左の方があるなっていう、うん、まあ、まあ、実際骨自体は変わらないんでしょうけど、うん、あれですね、多分、まあ、筋肉が発達してるだとか。ああ、そうなんだ、はいはい、左の方が噛みますか。あ、でも、はい、そうかもしんないです、うん、そうかもしんない、うん、もぐもぐってやった時、うん、多分こう行くかも、左の方に持ってってる感じします、うん、結構、まあ、どうしても型紙癖とかがね、なんだろう、あるんですよね、こうどっちの方が筋肉が強いとか弱いとか、うん、でもそれは嫌だからどっちでも噛むようにしよう。ああ、うん、左の方が痛い、うん、左の方が痛い、うん、左の方がやっぱり噛み締めてるってことですね、多分、うん、向いて寝たりとか、そういうのとかも。あ、左です、いつも下。あ、だとこういうふうにこう押されるっていうかね、あるかもしれないです。そちらの方が届きやすいとか。それだ。はい。でも硬い。でも硬い。硬いですね。まあ、ちょっと今ね、あの仕事のことで考えていることがあるってことなんで、うん、ちょっとそうでも影響あるかもですね。だからなんかこっちの方がこっちの顎のラインがシャープな感じで、こっちの方がちょっとふっくらしてる。あ、それそういうことだったのか、うん、なんか、うんうんうん、あのそうだからいつも右側から撮られる方が私の顔は綺麗、なんか最近写真を撮られることが多くて、なんか友達の趣味に付き合ったりだとか、そうとか成人式のほら写真を撮ったりとか、後撮りで、うん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 、だって明らか右の方が綺麗なんですよね。あ、それはそういうことだったりもするんですね。あ、多分そうですね。その撮影つながりでなんか話すと、うん、あの普通に大学に通ってる同い年の友達がいるんですけど、うんうんうん、子が映画が好きで今度映画を撮るからって言って、はいはいはい、私ほら演劇やってたじゃないですか、はい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 、出てほしいって言われて私のために役を一つ用意してくれて、そのなんか別になんか本当に簡易的なその子の制作に行くだけなんですけど、うんうんうん、楽しみなんです、うんうんうん、久しぶりに演技するぞっていう。そう、お母さんにその話したら、あんたまだできんのって言われて、いや、わかんないとか言いながら、いやできますよ、それは昔取った絹塚で。楽しみですね。楽しみです。すごく楽しみです。ワクワクしちゃいますね。うん、どんな役なんですか。
なんか、うん、ミュージカル女優を目指してるんですけど、うんうんうん、あの多分お金がないから、うんうんうん、そのガールズバーなのかな、風俗なのかな、そういうところで働いて、はいはい、なんかその主人公も、はいはい、もうそういうところがで働き始めて、うん、そこの、うんうん、職場にいるお姉さんの役をやるそうです。まだあの台本とかまだできてなくて、こういう役になりそうですってことしか送られてきてないんですけど、うん、そうなんだ、うんうんうん、あ、先輩の人みたいな感じ。そうそうそう、うんうん、でなんか重要な役でっていうふうに言われてて、あ、そうなんだ。めっちゃなんかじゃ あれですね、ドキドキ、なんか役作りをしないとなとか、本当です、ね、本当です。そうなんだ、それも含めて楽しみです。楽しみ楽しみ、なんかいいですよね、新しいことするのって、うんうんうん、なんか今は、うんうんうん、動き出した気がしてます、すごい身の回りのことは。てかなんかこの20から21になる1年間、マジで目回るくらいいろんなことが起こったんですよ。唐突でしたもんね、伺いましたけど、本当にいや本当目まぐるしいし翻弄されまくってますもんね。だからもう本当にそんな感じで、よくやったなと思いますよ、本当。なんか私だったらなんか怒っちゃう、もう何なのよって。本当に本当にそうですよく頑張ってますよね、本当すごい。でもなんかだから、うん、そういうのも含めて、うん、でもまあ21から22はそのなんだろう、余裕がなかったんです、去年1年間はすごくやっぱり。ただ新しいことがなんかそのいい面も悪い面も含めていろんなことに気づけたとか、なんかいろいろもらえたりとかそのスタンドがあるから、今度はそれを発展、いろんな人と出会いましたし、ただでは起きませんね。本当そうですよ。起きないぞ、うんうん、起きないぞ、起きないぞじゃない、ただでは起きないぞ、うん、ちゃんといろんなもの掴んで起きてくるっていう本当、うん、まあね、なんかよく、うん、まあ、若いからできたのもあるかもしれないですけど、ね、すごい。でもやってみると意外とその周りが優しかったりとかもね、そう、もうああいうことは世界は私に優しいなので、うん、本当に。だって、私悪いことしてないもんっていう気持ちで、心の中で、そりゃそう、本当にそう。なんで世界にさ冷たくされなきゃいけないのっていう気持ちでいるしかないじゃないですか、うん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 、まあそうじゃない時ももちろんあるけど、うん、そっかそっか、ね、本当怒涛の1年だったっすね。そうだから本当に、うん、マジいろんなこと、いや本当にすごい濃縮されたね、果汁 100% ですかそうですね、まあ、でもある意味若い時のねそういうのって、うん、まあある意味いろんなこと知れて考えられて、そうですよね、よかった。大人はみんなそう言います、うん、でもちゃんと受け止めてるからそこがいいところですね、なんか現実逃避しちゃう人もいるじゃないですか、いますね、うん、でもその与えられた環境の中で、ね、状況に応じて自分のできることをやるっていうのが素晴らしいいつも褒めてくださるから心がハッピーになります、うん、いやだって本当に聞いて思いますもん。なんか無理くり褒めてんじゃなくて、本当に頭が下がる思いというか、私が20とか21歳の時なんて、もうガンガン親に迷惑かけて、全然なんか将来のこと真剣に考えたりとか、努力とかもほとんどしてなかったので、もう周りが やってくれるのが当たり前みたいなもの、本当にあの、なんていうんですか、いや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 、でも今こんな感じこんな感じじゃないですか、全然です、絶対そんなことなかったですよいや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 、なんかなんどうしたらいいのか分かんない時期だったですね、あのなんか私本当にダメだったんで、バイトとか行ってもすぐクビになったりしてたん できないことが多すぎて、物を知らないしできないし、いやなんか
からなんかこう本当にその世界は私に厳しいっていう感じがあって、そうなんですね、うん、なんか自信が持てないし実際ダメだしで、うんうん、なんかちょっともう悪循環にそう陥っちゃいますよね。そうやりたくないみたいな気持ちもあったんですよね。じゃあそれはどこから変わったんですか、うん、どうなんだろう。なんかでも一番は子供ができて変わりましたね、はあ、お子さん9歳とか10歳とかですよね、うん、あ、そうそう今10歳の子ですけど、だから20代のだから29歳の子供を産んだんですけど、うん、そこでやっと本当になんかあしっかりしなきゃなっていうか、うん、なんかそれまでは人生がちょっと虚しいみたいなのがあったんですよ、うん、どうせ頑張ろうと頑張る前と自分一人って、まあね、まあそうですよね、まあ、なんか結局そのなんだろうな、まあ頼るものっていうか本当にこれは守らなきゃみたいなものとかっていうのが、うんうん、しっかりこうビジョンがなくて、あ、うん、やっぱりお母さんになるとそれは変わりますか、うん、そうなんですよ。だ全力で頼りますからね息子なんて、何も できないから、ね、私がしっかりするしかないっていう、もうそれ私のが産んでるし、うん、私を頼ってるからこれは他の人に投げれないというか、そうですよね、うん、そうだったんですね、うん、なんかすごい、まあ、でもあと充実感があるんですよね子供に関することって。そうなんですか、うん、なんかなんて言えばいいんだろう、子供は本当になんか私結構原始的な人間なのでホモサピエンスみたいな、そう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 です、そうです、なんか本能が強い人っていうか、はい、ほうほうほう、そうそう、なんかだからやっぱなんかこう食べる喜びとかと同様な感じで、なんか根源的な喜びが子供の成長とかにはあって、あ、そうで、だってそうですよね、うん、ゼロがもうマジもうゼロ、何もできない、全くの無力から始まるから1ぐらいになってみたいな、そうそう、なんかあれ下がった今なんかそのできなかったことができるようになるとか、間近で見ているとやっぱ自分も影響きますよね、すごいあります、なんか頑張ってるからね子供はやっぱり、だしなんか 100% の愛情を注いでくれるので、なんかやっぱりその大人同士の付き合いってどっか信用できない部分とか、まあそうです、もうだってそれって意識の上じゃないですもんね、うん、子供が親に頼るのって、うん、そう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 、ね、超えてますもんね、そうなんですよ、なんかこうそのすごいだから嬉しいとか責任とかそういういろんなものがこう、うんうん、いっぱいありました。そうなんですね、うん。それまでなんかどっかで別の人でもいいじゃんとか出ちゃってたんですね、気持ちがなんか自分だけのものっていうのがなかったので、なんか仕事してても変わりはいるっていう、変わりはいるし自分が一番できてないしみたいな感じで、すいませんみたいな気持ちだったんですけど、うん、そういう風に変わっていくんですね、うん、そう、なんか子供ができてから何としてもこの子は育てようみたいな、うん、なるほど、なんか気持ちが強くなりましたよね、あ、うん、そうなんですね、うん、全然知らなかった、あんま言わないですもん、想像しておりませんでした、うん、多分ルナさんも子供ができたりすると感覚違くなることもあると思います。なるほどなるほど、やっぱなんか違うっすよ本当に、へえ、そう、なんかあんまり結婚願望はないんですけど、はいはいはい、あの子供がいてもいいかな、うん、まあ矛盾なんですけどね、はいはいはい、そうって思ったりも、うん、絶対そうすると変わってくる、やっぱなんかこの子を育てなきゃいけないとか、はい、なんかこのね、うん、っていうのは、うん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 、それはまあお母さんもそうだけど、うん、お父さんもきっと、うんうんうん、だって自分がダメになったら、うん、一緒にダメになるわけじゃないですか、そうです、そうなんですよ、そうなんですよ、そう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 、それを考えるとそうですよね、うん、どうなってます、ちょっと左の方が高い感じしますね、うんうん、ちょっと痛いですかね、
で両膝曲げてください、はいはい、でなるべくこう深くお尻側に近づくような感じ、はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。キュー、あ、すいません。